大学で私学科を専攻してたのだが、どうしようもない韓国人がいた。まず、人の話を聞かず、教授があれこれ説明していると、それは違うんです。と、ありもしない語りを始める。もちろんツッコミを入れるのは、朝鮮に関わりのある話だが、例としては、唐辛子は、朝鮮が日本に伝えたと。そして、 第二次世界大戦の授業になった際こいつは恐ろしいまでに発狂した教授が説明を始めるといきなり「はい」と手を挙げ教授の返事を待たずに起立まず最初に皆さんに言っておきたいのは皆さんは私に謝罪しなければいけないということですと始まってみんなアチャーな雰囲気が流れてて アメリカの留学生も失笑してたんだが、慰安婦問題は日本人が攻撃的である証明。我ら誇り高き朝鮮民族は、そんな日本人からの弾圧に耐え、戦勝国となった。などと幕し立てる。教授は、いいから座りなさい。と制止しようとするが、韓国人は無視し、今、日本を韓流が席巻している。 今、韓国が日本を超えようとしてるのです。と、超えたからかに叫んで着席。満足そうな顔をして腕組みしている韓国人。シーンと静まり返る教室内でアメリカ人がそっと挙手。マイケル君、加盟、どうぞ。そこでマイケル君が起立。僕は、両親の勧めで日本に留学したが、 日本に来るの正直怖かった広島と長崎に爆弾を落として日本人をたくさん殺したアメリカが悪くて申し訳ない気持ちだっただけど日本に来て右も左も分からず道を聞いたらみんな嫌な顔せずに教えてくれた日本語ろくに喋れない僕に一生懸命身振り手振りしてくれた彼は日本語を学び始めているが翻訳はできても 自分で文章を作って喋るのは苦手だ。それでも、一生懸命、言葉にして喋っている。韓国人、ふてぶてしい態度を見せるが黙ってる。マイケル君が続ける。僕が日本に来てから、戦争のことで責められたことは、今まで一度もない。そればかりか、一人で日本に来た僕をみんなが助けてくれた。友達になってくれた。日本語を教えてくれた。 日本人はわかってるんだ。憎しみを持ち続けても、それは、悪いものしか作らないって。せっかくいい話で、みんなが感動してる中に、韓国人が、憎しみを忘れないのは韓国人と勝手に解釈したようで、起立して絶叫。憎しみを忘れるってのは、プライドがないってことなんだよ。こんな授業を受けれない。教授、なんとかしてください。 都合の良い時だけ教授に頼った。教授はさっきまで生還を決め込んでいたが立ち上がりこう言った。君はなんでそんなに憎い国にわざわざ学びに来るのか。私は歴史を教えている時いつも君が韓国の歴史の話を持って割り込んでくる。君はそんなに韓国の歴史が大好きならなぜ日本へわざわざ学びに来るのか。 嫌いな日本人に囲まれて勉強しているのか不思議でならない。君は祖国で勉強するべきだと思う。以上、今日の授業はこれまで。ちょうどりの良い時間で、先生がそう言うと、周囲からは複数の失笑が漏れた。もちろん韓国人に向けてである。韓国人は顔を真っ赤っかにしながら走って退散し、翌日から大学に来なくなった。 友人から聞いた話友人の学部に留学してきたソウル大学のキム・ガンスは、四則演算ができませんでした。カッコの中を先に計算しろや。というと、日本の劣ったローカルルールは、韓国人は必要としないって。フィンランド人やアメリカ人に思い切り笑われて、翌日から来なくなった。韓国の建築レベルがわかりますわ。数学は、 日本の小学生から中学生の低学年レベルですね。三角関数やルート計算は発狂して叫んでましたわ。もちろんコンクリートの比重を計算なんかできません。韓国のビルがよく震度0で倒壊していますが、これで謎が解けましたね。 大学で私学科を専攻してたのだが、どうしようもない韓国人がいた。まず、人の話を聞かず、教授があれこれ説明していると、それは違うんです。と、ありもしない語りを始める。もちろんツッコミを入れるのは、朝鮮に関わりのある話だが、例としては、唐辛子は、朝鮮が日本に伝えたと。そして、 第二次世界大戦の授業になった際こいつは恐ろしいまでに発狂した教授が説明を始めるといきなり「はい」と手を挙げ教授の返事を待たずに起立まず最初に皆さんに言っておきたいのは皆さんは私に謝罪しなければいけないということですと始まってみんなアチャーな雰囲気が流れてて アメリカの留学生も失笑してたんだが、慰安婦問題は日本人が攻撃的である証明。我ら誇り高き朝鮮民族は、そんな日本人からの弾圧に耐え、戦勝国となった。などと幕し立てる。教授は、いいから座りなさい。と制止しようとするが、韓国人は無視し、今、日本を韓流が席巻している。 今、韓国が日本を超えようとしてるのです。と、超えたからかに叫んで着席。満足そうな顔をして腕組みしている韓国人。シーンと静まり返る教室内でアメリカ人がそっと挙手。マイケル君、加盟、どうぞ。そこでマイケル君が起立。僕は、両親の勧めで日本に留学したが、日本に来るの正直怖かった。 広島と長崎に爆弾を落として、日本人をたくさん殺したアメリカが悪くて、申し訳ない気持ちだった。だけど、日本に来て、右も左も分からず道を聞いたら、みんな、嫌な顔せずに教えてくれた。日本語ろくに喋れない僕に、一生懸命身振り手振りしてくれた。彼は日本語を学び始めているが、翻訳はできても、自分で文章を作って喋るのは苦手だ。それでも、 一生懸命、言葉にして喋ってっいる。韓国人、ふてぶてしい態度を見せるが黙ってる。マイケル君が続ける。僕が日本に来てから戦争のことで責められたことは今まで一度もない。そればかりか、一人で日本に来た僕をみんなが助けてくれた。友達になってくれた。日本語を教えてくれた。日本人は分かってるんだ。憎しみを持ち続けても、それは。 悪いいものしか作らないって。せっかくいい話でみんなが感動してる中に韓国人が「憎しみを忘れないのは韓国人」と勝手に解釈したようで起立して絶叫「憎しみを忘れるってのはプライドがないってことなんだよ」「こんな授業を受けれない」「教授なんとかしてください」と都合のよい時だけ教授に頼った。 教授はさっきまで生還を決め込んでいたが立ち上がりこう言った「君は何でそんなに憎い国にわざわざ学びに来るのか私は歴史を教えている時いつも君が韓国の歴史の話を持って割り込んでくる君はそんなに韓国の歴史が大好きならなぜ日本へわざわざ学びに来るのか」 嫌いな日本人に囲まれて勉強しているのか不思議でならない。君は祖国で勉強するべきだと思う。以上、今日の授業はこれまで。ちょうどりの良い時間で、先生がそう言うと、周囲からは複数の失笑が漏れた。もちろん韓国人に向けてである。韓国人は顔を真っ赤っかにしながら走って退散し、翌日から大学に来なくなった。 友人から聞いた話。友人の学部に留学してきたソウル大学のキム・ガンスは、試測演算ができませんでした。括弧の中を先に計算しろや。というと、日本の劣ったローカルルールは、韓国人は必要としないって。フィンランド人やアメリカ人に思い切り笑われて、翌日から来なくなった。韓国の建築レベルが分かりますわ。数学は、 日本の小学生から中学生の低学年レベルですね。三角関数やルート計算は発狂して叫んでましたわ。もちろん、コンクリートの比重を計算なんかできません。韓国のビルが、よく震度ゼロで倒壊していますが、これで謎が解けましたね。 大学で私学科を専攻してたのだが、どうしようもない韓国人がいた。まず、人の話を聞かず、教授があれこれ説明していると、それは違うんです。と、ありもしない語りを始める。もちろんツッコミを入れるのは、朝鮮に関わりのある話だが、例としては、唐辛子は、朝鮮が日本に伝えたと。そして、 第二次世界大戦の授業になった際、こいつは恐ろしいまでに発狂した。教授が説明を始めると、いきなり、はい、と手を挙げ、教授の返事を待たずに起立。まず、最初に皆さんに言っておきたいのは、皆さんは私に謝罪しなければいけないということです。と、始まって、みんな、アチャーな雰囲気が流れてて。 アメリカの留学生も失笑してたんだが、慰安婦問題は、日本人が攻撃的である証明。我ら誇り高き朝鮮民族は、そんな日本人からの弾圧に耐え、戦勝国となった。などと幕したてる。教授は、いいから座りなさい。と制止しようとするが、韓国人は無視し、今、日本を韓流が席巻している。 今、韓国が日本を超えようとしてるのです。と、超えたからかに叫んで着席。満足そうな顔をして腕組みしている韓国人。シーンと静まり返る教室内で、アメリカ人がそっと挙手。マイケル君、加盟、どうぞ。そこでマイケル君が起立。僕は、両親の勧めで日本に留学したが、 日本に来るの正直怖かった。広島と長崎に爆弾を落として、日本人をたくさん殺したアメリカが悪くて、申し訳ない気持ちだった。だけど、日本に来て、右も左も分からず道を聞いたら、みんな、嫌な顔せずに教えてくれた。日本、ありもしない語りを始める。もちろんツッコミを入れるのは、朝鮮に関わりのある話だが、例としては、唐辛子は、 朝鮮が日本に伝えたと。そして、第二次世界大戦の授業になった際、こいつは恐ろしいまでに発狂した。教授が説明を始めると、いきなり、はい、と手を挙げ、教授の返事を待たずに起立。まず、最初に皆さんに言っておきたいのは、皆さんは私に謝罪しなければいけないということです。と、始まって、みんな、 アチャーな雰囲気が流れてて、アメリカの留学生も失笑してたんだが、慰安婦問題は、日本人が攻撃的である証明。我ら誇り高き朝鮮民族は、そんな日本人からの弾圧に耐え、戦勝国となった。などと幕し立てる。教授は、いいから座りなさい。と制止しようとするが、韓国人は無視し、今、 日本を韓流が席巻している。今、韓国が日本を超えようとしているのです。と、超えたからかに叫んで着席。満足そうな顔をして腕組みしている韓国人。シーンと静まり返る教室内で、アメリカ人がそっと挙手。マイケル君、加盟、どうぞ。そこでマイケル君が起立。僕は、 両親の勧めで日本に留学したが、日本に来るの正直怖かった。広島と長崎に爆弾を落として、日本人をたくさん殺したアメリカが悪くて、申し訳ない気持ちだった。だけど、日本に来て、右も左もわからず道を聞いたら、みんな、嫌な顔せずに教えてくれた。日本語ろくに喋れない僕に、一生懸命身振り手振りしてくれた。彼は日本語を学び始めているが、 翻訳はできても自分で文章を作って喋るのは苦手だそれでも一生懸命言葉にして喋っている韓国人ふてぶてしい態度を見せるが黙ってるマイケル君が続ける僕が日本に来てから戦争のことで責められたことは今まで一度もないそればかりか一人で日本に来た僕をみんなが助けてくれた友達になってくれた日本語を教えてくれた 日本人は分かってるんだ、憎しみを持ち続けても、それは悪いものしか作らないって。せっかくいい話で、みんなが感動してる中に、韓国人が、憎しみを忘れないのは韓国人と勝手に解釈したようで、起立して絶叫。憎しみを忘れるってのは、プライドがないってことなんだよ、ない僕に、一生懸命身振り手振りしてくれた。彼は日本語を学び始めているが、 翻訳はできても、自分で文章を作って喋るのは苦手だ。それでも、一生懸命、言葉にして喋っている。韓国人、ふてぶてしい態度を見せるが黙ってる。マイケル君が続ける。僕が日本に来てから、戦争のことで責められたことは、今まで一度もない。そればかりか、一人で日本に来た僕をみんなが助けてくれた。友達になってくれた、日本語を教えてくれた。 日本人は分かってるんだ。憎しみを持ち続けても、それは、悪いものしか作らないって。せっかくいい話で、みんなが感動してる中に、韓国人が、憎しみを忘れないのは韓国人と勝手に解釈したようで、起立して絶叫。憎しみを忘れるってのは、プライドがないってことなんだよ。こんな授業を受けれない。教授、なんとかしてください。 都合の良い時だけ教授に頼った。教授はさっきまで生還を決め込んでいたが立ち上がりこう言った「君は何でそんなに憎い国にわざわざ学びに来るのか私は歴史を教えている時いつも君が韓国の歴史の話を持って割り込んでくる」「君はそんなに韓国の歴史が大好きならなぜ日本へわざわざ学びに来るのか?」 嫌いな日本人に囲まれて勉強しているのか不思議でならない。君は祖国で勉強するべきだと思う。以上、今日の授業はこれまで。ちょうどりの良い時間で、先生がそう言うと、周囲からは複数の失笑が漏れた。もちろん韓国人に向けてである。韓国人は顔を真っ赤っかにしながら走って退散し、翌日から大学に来なくなった。 友人から聞いた話。友人の学部に留学してきたソウル大学のキム・ガンスは、四則演算ができませんでした。カッコの中を先に計算しろや。というと、日本の劣ったローカルルールは、韓国人は必要としないって。フィンランド人やアメリカ人に思い切り笑われて、翌日から来なくなった。韓国の建築レベルがわかりますわ。数学は、 日本の小学生から中学生の低学年レベルですね三角関数やルート計算は発狂して叫んでましたわもちろんコンクリートの比重を計算なんかできません韓国のビルがよく震度ゼロで倒壊していますがこれで謎が解けましたねで第二次世界大戦の授業になった際 こいつは恐ろしいまでに発狂した。教授が説明を始めると、いきなり、はい、と手を挙げ、教授の返事を待たずに起立。まず、最初に皆さんに言っておきたいのは、皆さんは私に謝罪しなければいけないということです。と、始まって、みんな、アチャーな雰囲気が流れてて、アメリカの留学生も失笑してたんだが、 慰安婦問題は、日本人が攻撃的である証明。我ら誇り高き朝鮮民族は、そんな日本人からの弾圧に耐え、戦勝国となった。などと幕し下てる。教授は、いいから座りなさい。と制止しようとするが、韓国人は無視し。今、日本を韓流が席巻している。今、韓国が日本を超えようとしているのです。 声高らかに叫んで着席。満足そうな顔をして腕組みしている韓国人。シーンと静まり返る教室内でアメリカ人がそっと挙手。マイケル君、加盟、どうぞ。そこでマイケル君が起立。僕は、両親の勧めで日本に留学したが、日本に来るの正直怖かった。広島と長崎に爆弾を落として。 日本人をたくさん殺したアメリカが悪くて、申し訳ない気持ちだった。だけど、日本に来て、右も左も分からず道を聞いたら、みんな、嫌な顔せずに教えてくれた。日本語ろくに喋れない僕に、一生懸命身振り手振りしてくれた。彼は日本語を学び始めているが、翻訳はできても、自分で文章を作って喋るのは苦手だ。それでも、一生懸命、 言葉にして喋っている。韓国人、ふてぶてしい態度を見せるが黙ってる。マイケル君が続ける。僕が日本に来てから、戦争のことで責められたことは、今まで一度もない。そればかりか、一人で日本に来た僕をみんなが助けてくれた。友達になってくれた。日本語を教えてくれた。日本人はわかってるんだ。憎しみを持ち続けても、それは、悪いものしか作らないって。 せっかくいい話でみんなが感動してる中に韓国人が「憎しみを忘れないのは韓国人」と勝手に解釈したようで起立して絶叫。憎しみを忘れるってのはプライドがないってことなんだよ。こんな授業を受けれない。教授、なんとかしてください。と都合のよい時だけ教授に頼った。教授はさっきまで